今回は「幸福なる人生」を紹介します中村天風さんの本を初めて読んだ実は本書を読む前に渡辺正一さんによる「中村天風に学ぶ成功哲学」を読んだその本を読んで是非天風さんの実際の本が読みたくなり本書を購入したのだが 事前に予備知識があっったたおかかげで理解しやすかった本書の肝とも言うべき天風哲学の要定は幸福な人生を送るためには生命の力を充実させなければならないということであるがそのために必要なことが6つの力だというそれは体力単力判断力断行力勢力 能力であるこの6つの力を豊富にする方法を説いたのが心身統一法であるのだ何やら難しい話のようにも聞こえるが実際読んでみるといろんな例えやエピソードにユーモアを交えながら話された講演を起こして書かれているためこう体で非常にわかりやすかった。以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。